瀬島については確かにうさんくさい。ボスは怪しさポイントを3つ挙げていたが、私もそれらについてはおおむね同意だ。そこで瀬島が所有している携帯の通話履歴を調べてみた。本人名義のものと偽名で登録されている例のレンタルスマホについて。何か分かったのか？いや、何も。なんだよ。まあ待て、最後まで聞いてくれ。そこで次に瀬島の秘書の携帯について探ってみた。すると一件だけ妙な着信履歴が。電話があったのは1週間ほど前のことになる。発信元は府中刑務所。かけてきたのは受刑者で、証拠番号は89号。それって、ああ、おそらくそうだろう。捜査本部にかけてきたあの89号と同一人物と思われる。俺は七海翔子を殺した犯人を知っている。お前が一回も成功したことないやつだな。ナンパね。黒豚ボックスじゃねえよ。なあ、このシフトレバーグリグリしてもいいか？お前がグリグリするな。っていうかグリグリできないだろ。あいつってさ、なんかあれに似てね。エジプト神話に出てくる太陽神。パッドミラーだね。殺人だ。複数の人間を殺した罪で無期懲役の刑に服している。収監されたのは6年前。それはわからないな。わからない。戸籍に登録されていない人物なんだよ。外国人の可能性もあるが、国籍は不明。ただ日本語を流暢に話すことから日本で生まれ育ったらしいことだけは分かっている。一言で言うと暗殺者だ。裏社会の人間から依頼を受け、ターゲットを闇に葬り報酬を受け取る。そっちの世界ではファルコというコードネームで呼ばれていたらしい。ファルコ？そう、ファルコだ。不明だ。瀬島に聞いてみるしかないだろう。89号は翔子を殺した犯人を知っていると。ああ、言ってたな。本当かどうかはわからないが。事件とのつながりは？皆目見当もつかない。正直言ってお手上げだ。89号か。府中刑務所に行ってみるか。いや、時間が惜しい。ボスに連絡して89号をアビスに連れてくるよう頼んでくれ。分かった。あの冷凍倉庫、死体はなかったそうじゃないか。もう私に用はないと思うが。おい相棒、見ろ、半魚人がいるぞ。
瀬島は裕福な国会議員だ。半魚人ぐらい飼っていても。半魚人？伊達って、灯籠っぽい女の子が好きなんだろ？俺が好きなのは、素人っぽい女の子だよ。いや、玄人っぽい子も好きだし。いや、どっちも好きじゃねえし。何度言えば気が済むんだ。私はそんな奴のことは知らん。顔も見たことはない。伊達、これを。やっぱり嘘か。まあ、見るまでもなく分かっていたが。だが、どうして瀬島は嘘を？イリスは殺されたわけでも何でもないのに。イリスとの間には知られたくない秘密がある。そういうことか。しつこいな、お前も。翔子に電話して何を聞こうと思った？プライベートなことって何なんだ？そもそも翔子とはどんなつながりが？令状を持ってきたら教えてやろう。黙秘すると言ったはずだ。どうして結局あの倉庫には何もなかったんだ？理由を隠す必要なんてないだろう。どうやら答えるつもりはないみたいだな。89号？誰だ、そいつは。府中刑務所で服役中の受刑者だ。コードネームはファルコ。暗殺業を生業としていたらしい。そんな奴がこの日本にいたとは驚きだ。で、そいつがどうしたって？今から1週間ほど前、あんたの秘書に電話をかけている。そうか。だが私の耳には届いておらん。要件はわからんが、どうせくだらん陳情か何かだろう。私には報告するまでもないと思ったのではないかな。詳しいことは秘書に聞いてくれ。私は何も知らん。さあ、もう十分だろう。私は忙しいんだ。これで失礼するよ。ああ、最後に一つだけ。正直に言うと、私はお前のことが嫌いなんだ。顔も見たくないと思っている。だからもう二度と私の前に姿を現さないでくれ。お互いのためだ。いいね？くそ、あの野郎。伊達、血圧の上昇値が半端ない。
このままではぽっくり行ってしまうレベルだ。とにかく落ち着いてくれ。我々には他にもやらなければならないことが。わかってんだよそんなことは。レンちゃんのことね。せっかく来てもらって悪いんだけど、実は何の手がかりもなくて。そうか。ママって意外と冷たいんだな。それは冷蔵庫よ。私はこっち。なあママ、あの黒板にボケロネスって書いてあるが、ボケロネスってなんだ？私が昔ネットの掲示板でよく言われた言葉よ。ボケネロカスか。ボケロネスとはスペイン料理でイワシの酢漬けのことだ。だってちゃん、私が悪魔に変身するとき、なんて言うと思う？デビール。ねえ、だってちゃん、穴の中に玉を入れる動画見る？悪いが、ゴルフに興味はないんだ。こうしてると落ち着くのよね。なんで落ち着くんだ？俺に聞かないでくれ。調子ね。あっちの調子だったら抜群だけど、試してみる？なんだかよくわからないが、試してみたらどうだ？絶対嫌だ。レンちゃんと熊倉組に繋がりがあるのは知ってるわよね。ああ、知ってる。この店であいつ本人の口から聞いたんだ。レムニスのタレントのスキャンダル、そのもみ消しなんかを依頼してると。今はな、あいつがレムニスの社長になってからはそうだ。だがそれよりももっと前、沖浦が高校生だった頃からあいつと熊倉組には関係が。伊達、君は殺された死体って見たことあるかい？君は警視庁の人間だ。所属までは聞いちゃいないが、交通課ってことはないだろう。だとしたら、お前はどうなんだ？僕かい？僕は、まあ、あるよ。それも一体や二体じゃない。数えきれないほどの死体を。高校生の頃、ちょっとやばいバイトをしててね。暴力団の熊倉組って知ってるかな？そこの連中がやってたオレオレ詐欺の受け子をしてたんだ。指定された場所まで行って相手から金を受け取り、組織の奴らに渡す。
誰でもできる簡単なお仕事さ。それを続けてるうちに幹部の連中とも親しくなって、やがて大きな山にも連れて行かれるようになったんだ。その山っていうの？ターゲットは身寄りのない地方の老人、広大な山林を所有しているじいさんやばあさんたちだ。彼らは日常的に寂しさの中で暮らしている。ちょっと甘い言葉をかければコロッと騙されてしまうんだよ。組織の連中はそうして老人たちに近づき、組の関係者を養子縁組させる。その後折を見て彼らに大量の酒を飲ませて泥酔させ、熱い湯を張った浴槽にぶち込み放置する。するといとも簡単にあっけなく彼らは死ぬ。脳梗塞や心筋梗塞を起こすか、意識を失って溺死してしまうんだ。大抵の場合警察はまともに調べようとはしない。病死または事故死として簡略的に処理される。隠して養子となった組の関係者は広大な土地を相続、それを売却することで組に多額の収入がもたらされるという仕組みだ。僕はそうして殺されていった老人たちをたくさん見てきた。その犯罪を明るみにしようとしたジャーナリストやルポライターが処分されるところもね。だから僕は、ああ、なんでこんなこと話してしまったんだろう。僕のこと逮捕するかい？お前は直接手を下したわけじゃないんだろ？ああ、僕はただ見張りをしてただけだ。でも、ファルコのことね。知ってるのか？裏社会では有名な殺し屋だったから。と言っても噂程度のことしか知らないけど。どんな噂が？成功率 100% で決して証拠は残さない。とにかく殺しの腕にかけては一流だったみたいな。あったこと？あるわけないじゃない。だから顔も知らないし、どんな人物なのか。他に情報は？熊倉組とつながりがあったとかなかったとか。また熊倉組か。私が知ってるのはそれだけ。今のところ他に話すことはないのよね。お役に立てなくてごめんなさい。いや、気にしないでくれ。夜になったらもう一度来てもらう？一人ね、レンちゃんと親しいお客さんがいるんだけど、その人が今夜来ることになってるから、彼に聞けばもしかしたら何かわかるかも。今夜だな。え？待ってる。昨日は失礼しました。断りもせず突然お邪魔してしまって。あ、いえ、むしろ感謝しています。あなたのおかげで水木は声を取り戻すことができたんですから。そんな、私は何も。
前から気になっていたのですが、この絵は？イリスが12歳の時に描いたものです。左はひとみさん、真ん中にいるのがイリスですね。ええ。では右にいるのは？当時私が交際していた男性です。といってもお付き合いしていたのは3ヶ月程度のことですが、私と彼が出会ったのは今から6年前のことです。港区にある生目神社ってご存知ですか？そこでお参りしてた時、声が聞こえてきたんです。苦しそうなうめき声が。社殿の脇に回り込んでみると、一人の男性が座り込んでいました。お腹から大量の血を流して。私は慌てて携帯を取り出し、救急車を呼ぼうとしました。すると彼は私の体を手繰り寄せ、いきなり唇に。何が起こったのかもわからず、私はただ呆然と彼の瞳を見つめることしかできませんでした。足音が聞こえてきたのはその直後のことです。続けて耳に届いたのは、怒鳴りつけるような男性たちの声でした。どうやら男たちは誰かを探してるみたいで、やがて足音が遠ざかり、声も聞こえなくなった頃、彼はおもむろに唇を離して言いました。救急車は呼ぶな。警察にも連絡してはならない。事情を察した私は、彼を闇医者のもとへと連れて行くことにしました。闇医者？もともと沖浦君の知り合いで、前に一度紹介してもらったことがあったんです。出会って1分で口づけを交わした私たちでしたが、2度目が訪れるまでには、それからしばらく時間がかかりました。初めて手をつないだのは、一緒にホラー映画を見た時で、初めて腕を組んだのは、遊園地のお化け屋敷に行った時でした。といっても、私の方から腕を絡めに行ったわけではありません。急に現れたゾンビに驚き、彼の方から私の腕にしがみついてきたのです。そんなお茶目なところもあったりして、私はどんどん彼という存在に惹かれていくことになりました。二度目に唇を重ねたのは、車の中。ありきたりですが、ドライブをして、夜景を見て、人気のない倉庫街で車を止め。特に告白のようなものはありませんでした。私と彼はいつの間にか自然と寄り添うようになっていったのです。イリスに彼を紹介したのは出会ってから一月後のことでした。もともと母親だけしかいない環境の中で育ってきたせいもあったのでしょう。イリスはすぐに彼を気に入り、本当の父親みたいに彼を慕って懐くようになりました。それからの私たちは、どこに行くのも三人一緒。海に行く時も、川に行く時も、動物園に行く時も、遊園地に行く時も、バーベキューを三人でしたのも、私とイリスにとっては初めてのことで、何もかもが新鮮で、毎日がときめくような刺激に満ち溢れていました。ああ、そういえばこの絵のことでしたね。ある時彼がお好み焼きを焼こうと言い出して、ホットプレートを買ってきたんです。その時、嘘みたいな出来事が。彼のひっくり返したお好み焼きが高々と宙を舞ったかと思うと、私の頭にペタン。それを見るなり、イリスはゲラゲラと笑い出して、あんなに笑ったイリスを見たのは、久しぶりのことでした。それで私、なんだか嬉しくなって、調子に乗って、二人の頭の上にもお好み焼きを乗せたんです。ペタン、ペタンって。さらに鰹節を乗せたり、青のりを振ったり、マヨネーズやソースまでかけたりして。そうなったらもう収拾がつきません。飛び交う卵、撒き散らされる小麦粉。やがて室内は見るも無残な有様に。
戦いを終えた後、私たちは互いの姿を見て、いつまでもいつまでも笑い続けました。ぐちゃぐちゃになった床の上を転げ回るようにして。この絵は、その終戦直後の様子を描いたものなんです。懐かしいなぁ。けれど、そんな日々も長くは続きませんでした。6年前の11月、銃を持った男がこの家に踏み込んできたのです。イリスが出かけていたのは不幸中の幸いでした。ですが、彼はここにいたのです。というより、彼がここにいたからこそ、男はこの家に。男の狙いは彼でした。彼の命を奪うことが男の目的だったのです。男は彼に向かって銃を構え、引き金を引きました。私はとっさに彼をかばおうとして、私を撃った男は駆けつけた警官たちによって逮捕されました。さらに狙われていた彼の方も捕まり、収監されることに。なぜ？彼は私との交際を始める前に重い罪を犯していたのです。普通では考えられないような常軌を逸した罪を。その関係で裏社会の人間から命を狙われることに。詳しいことは分かりませんが、何かその種の連中に対する裏切り行為を働いたそうです。一つ聞いてもいいですか？ええ。銃で撃たれた件、昨日は通り魔的な犯行だったと。あれは事実ではありません。そばに瑞希ちゃんがいたから嘘を。瑞希ちゃんはイリスの友達。瑞希ちゃんの耳に入ったら、いずれはイリスにも伝わってしまいます。知られたくなかったんです、イリスには。何を？交際していた彼が犯罪者だったということを。彼はイリスにとっては父親代わりのような存在でした。イリスは本当に彼のことを心から慕っていたんです。その彼に恐ろしい過去があると分かったら、きっとイリスは。伊達、今一度問題を出してやろう。森の中に人食い割りの住んでいる川があります。ところが橋も船もありません。どうやって渡ればいいでしょう？そうだな、思い切りジャンプして飛び越えるとか。ブブー、ハズレだ。答えは簡単、泳いで渡ればいい。いや、だって人食いワニが。ワニは動物の会議に参加している。川にはいない。Thank you.
今日は祝日ですよ。刑事さんには祝日なんて関係ないのかもしれませんが。あ、刑事さんじゃないんでしたっけ。刑事事件を扱うという意味では同じです。そうか、今日は祝日だったんだな。お前も忘れてたのか。イリスには小さい頃から苦労をかけました。私がイリスを産んだのは19歳。おまけに片親でしょ。世間の目もそれなりに厳しくて、それでもイリスはめげることなく、いつでも私をかばってくれました。保育園の頃、母親たちが集まって私の噂話をしてたことがあったんです。そしたらイリス、その母親たちのところに近づいていって、ママを悪く言うなって。私の方が母親なのに、イリスにはいつも助けてもらってばかりで。私が17歳の頃、事故で亡くなりました。私は一人っ子で兄弟はおらず、親戚は遠く離れたところに住んでいました。一度はその家にお世話になるという話も出たのですが、何しろ高2のことでしたし、あと1年で卒業という時期に転校するのも。そういうわけで私は一人でこの家に住み続けることになったのです。じゃあイリスの育児も。ええ、誰の手も借りずに。ああ、沖浦君がたまに手伝ってくれることはありましたけどね。私とイリスはずっと二人きりで暮らしてきました。旅行に行くのも二人、バーベキューに行くのも二人、動物園に行くのも遊園地に行くのも二人きりでした。ああ、そうそう、遊園地といえばこんなことが。イリスが5歳の時、ブルームパークで子供向けのショーがやってたんです。ミルキームーンっていう美少女戦隊もののショーが。あの子、小さい頃から歌と踊りが大好きで、音楽を聴くと反射的に体が動き出してしまうという癖みたいなものがあって、あの時もそうでした。ショーの終盤、ミルムーンたちがエンディングテーマに合わせて踊り始めた途端、イリスは舞台の上によじ登り一緒に踊り出してしまったんです。私はイリスを止めようと思い、慌てて舞台に駆け上がりました。イリスの手をぐんぐんと引いて客席まで連れ戻そうとしたのですが、そうこうしている間にノリのいいミルムーンたちに乗せられて、私も一緒に踊らされる羽目になってしまって、終わった後、あの子は満面の笑みを浮かべて言いました。ママのダンス上手だったよって。そういう子なんです、あの子は。路上でライブしてる人を見つけたら飛び入り参加しちゃいますし、ホームで流れる発車メロディ、横断歩道の通りゃんせ、果てはコンビニ入店時の電子音でも踊り出してしまう始末です。そういえば、その癖が原因で大怪我したこともありました。ジャングルジムのてっぺんにいた時、近くをゴミの収集車が通りかかったんです。同様のメロディーを流しながら、そしたらあの子、その場に立ち上がって飛び跳ねるようなダンスを。体勢を崩して落ちた時には片足を骨折していました。運悪くその日は日曜日。見てくれる病院を探すのは至難の業でした。私はあの子を背負って街中を駆け巡ることになりました。私もう踊れなくなっちゃうの？踊れなくなっちゃうの？私の背中であの子は大泣き。後にも先にも、あんなに泣いたのは1回だけ。いえ、2回だけしかないかもしれません。6年前、私が銃で撃たれた時です。手術の後、病室にいた私のところにイリスが駆けつけて。ママ、死なないで、お願い、死
その時私誓ったんです。この子は何があっても守り抜くって。イリスは私にとっての全て、命よりも大切な娘です。昨日も聞きましたね。沖浦君に何かあったんですか？そうですか、病院から。でもすみません、ちょっと心当たりは。伊達、感傷に浸っている場合ではない。そろそろおいとますることにしよう。ああ、そうだな。超絶的な死後だな。なんで怒ってる？昨日のイクラマンの約束ブッチしたからですよ。だからイクラマンの約束なんてしてねえから。でもデートの約束ならしたでしょ。ちゃんと家には行った。来ましたね、日付が変わる2分前に。だけどどこにも連れてってくれなくて。2分でどこに連れてけと？行けるとこならたくさんあります。歯舞、シコタン、エトロフ、クナシリ。無理に決まってんだろ。だったらもっと早く来ればよかったじゃないですか。そんなこと言ったって。お前らしいけど。あ、新鮮チャトランの PV だ。誰なんだそいつは。ハイテーブルか。そんな困りますよ、伊達さん。ハイテーブルマンなんて突然言われても。言ってないから。もう頼みますよ、引き受けてくださいって。それはオファーだな。甘口だよ。それは3サイズじゃなくてカレーライスだ。なんでそんなことを。今後いろいろといろいろなことがあるかもしれないだろ。どうしようかな。伊達、捜査中だぞ。いいだろ少しぐらい。
やいや、つーかこっちが知りたいし。マジでめっちゃ探してんのに全然捕まんねえし。なんかいろんなとっから問い合わせとか来てガチで困ってんだよね。伊達、そのぐらいにしておけ。さもないとお前の左目から飛び出してやるからな。そうだな、ニューギニアヒメテングフルーツコウモリか、イエロースポットサイドネックタートルみたいな人。全くイメージできんな。もういい加減にしないか。本当に出てってやるぞ。さっきお前デートの件でキレてたが、そもそもできなかったのはお前のせいだろ。昨日はずっと連絡が取れない状態にあったんだからな。なんで携帯の電源を切ってた？それは、その…休み？学校のことだ。ああ、祝日ですからね。それで、今日はレムニスに。これから番組の収録があるんです。イリス、笑わないで聞いてほしいんだが、実はな、俺は昨夜有明にある冷凍倉庫であるものを見たんだ。あるもの？凍りついたお前の死体だ。だから笑うなって言っただろ。だって私ぴょんぴょんしてますよ。ぴょんぴょん、カエルがぴょん。茶化さないで聞いてくれ、真面目な話なんだ。俺は夢の中で殺されそうになってたお前を助けたんだよ。そしたらお前が生き返ってて、昨夜お前の家に行った時呆然としてたのはだからなんだ。ってお前に話しても仕方ないか。いえ、そんなことないですよ。さっきは笑ったりしてすみません。まさかそんな事情があったとは思わなかったので。ん？私は伊達さんを信じます。きっと伊達さんは私が生きてる平行世界にジャンプしたんですよ。やれやれ、またおかしな奴が現れたか。昨日の午前2時、何者かがお前の家を訪れた。誰が来たんだ？その後、お前はどこかに出かけて行ったな。一体どこに？知りたいですか？ああ。どうしても？どうしてもだ。しねえから。じゃあデートしてください。またかよ。昨日はしてくれなかったじゃないですか。だからあれはお前と連絡が取れなかったからで。意義あり。連絡が取れても私と会うつもりなんてなかったんでしょ。とにかくデートの約束が完遂されない限り何も教えませんからね。
ですか。心配ですね。どこに行ったか心当たりは？すみません、全く。テレビで何度か見たことがあったり、話したりしたことは？いえ、ありません。全く面識がないと？あるわけないじゃないですか。で、どうするんですか？何が？決まってるじゃないですか。デートのことですよ。わかったよ。おい、何言ってんだお前。やったー、本当にイクラマンしてくれるんですね。イクラマンはしない。デートはする。じゃあ契約成立ってことで。今度こそ絶対に守ってもらいますからね。ったく。あ、でも残念ながらすぐにってわけにはいかないんですよね。これから収録の予定が入ってて、多分3時ぐらいには終わると思うんですけど。アセトンちゃん、そろそろ始まるみたいよ。わかりました。というわけなので、伊達さん、3時ぐらいにもう一度ここに来てもらえますか？来なかったら本当に本当に本当にめちゃんこぶち切れますからね。それじゃあまた後で、ドロンチョス。さあ、ここにいても仕方がない。我々も移動を。お前が一度目にここを訪れたのは昨日の午後9時ぐらいのことだったな。その時、この台の上に。ああ、イリスの死体が乗っていた。白い布に覆われて。だが二度目にやってきた時には。お前も見た通りだ、死体は消え失せていた。時刻は午後11時25分とはいえ、およそ2時間半の間に死体が消失したということにはならない。なぜなら、それよりもっと前に捜査班が到着しているからだ。その時間は？報告によると、午後10時30分。瀬島への真空を終えた後のことになる。現着するのに1時間半もかかったっていうのか？ああ。一体なぜ？知らん。報告書には記載されていなかった。もしかしたら何らかの圧力がかかったのかも。圧力？いずれにせよ、この台そのものに不可解な点はない。いくら調べても何も見つからないだろう。奥にあるのは配電盤のようだな。特に怪しげなところはなさそうだ。フォークリフト、特に不自然なところはなさそうだ。ほとんど物が置いてない。おそらくこの倉庫は使われてないんだろう。木箱か。何も入ってないみたいだ。氷の切断機のようだな。
この倉庫で氷でも保存していたのだろうか。天井にクレーンが設置されているが、これといって変わったところは見当たらないな。この棚だけびっしりと段ボール箱が並んでるな。中には別段変わったものはなさそうだが。こんにちは、僕ドラム缶。なあアイボ、突然そういう不思議なボケぶち込んでくるのをやめてもらえないかな。かなり古いタイプのフォークリフトだな。どうやら動きそうもない。ずっとこの場所に放置されたままだったんだろう。収穫ゼロか。むしろ収穫ゼロというのが一つの収穫かもしれん。どういう意味だ？さあ、なんとなく。とにかく行くぞ。伊達の体温が低下している。このままではお前の死体が発見されることになりそうだ。頼まれてた件手配しておいたわ。じゃあ89号は？ええ、ちょうど今到着したところ。取調室にいるわ。だったら早速。ああ、私はちょっと用事があって行けないのよね。なんか本庁の上層部の方から突然呼び出しを食らっちゃって。というわけで取り調べには代わりにピュータに立ち会ってもらうことにしたから。そうか、わかった。さてと、始めるか。89号だ。本名を聞いてる。さあな、そんなもん忘れちまった。ジブチ共和国。ジブチ共和国とはアフリカ北東部に位置する人口90万人ほどの小さな共和制国家だ。つまらん嘘をつくな。知らねえよ。いちいち数えちゃいねえからな。知ってんのか。ああ、その通り。俺は確かに電話をかけた。瀬島の秘書にな。それから瀬島に代わってもらってあることを伝えたんだ。待て、
あいつと直接話したのか。そうだ。ある人物に電話をするよう促した。ある人物。悪いが、こっから先は言えねえな。わかった。それじゃあそろそろ本題に入ろうか。2日前、お前は捜査本部に電話をかけてこう言った。名波祥子を殺した犯人を知ってると。ああ、誰だそいつは。おいおい、ちょっと待てよ。まだ取引は成立しちゃいないぜ。本当に釈放してくれんだろうな。約束しよう。でたらめ言いやがって。どうせ釈放するつもりなんかさらさらねえくせに。まあいい、そんなことは鼻から期待しちゃいなかった。俺はただあの無所を出るための口実が欲しかっただけだ。どういう意味だ、教えてやろうか。こういう意味だよ。お前には人質になってもらおう。さあ、出口まで案内するんだ。いやー、それにしても本当参ったな。参ったで済むような問題じゃないでしょ。無期懲役刑で服役中の凶悪犯がこの警察総合庁舎から逃げ出したのよ。関係各所には観光令を敷いておいたけど、マスコミが嗅ぎつけるのは時間の問題。それまでに何としてでも89号を確保しないと。まさかあなたたち、わざと89号を泳がせたわけじゃないわよね。より大きな獲物を釣り上げるために。そう、そうなんですよボス。絶対違うでしょう。バレーボールといえばスパイク、スパイクといえばチュンですよね。は？って大好きなんですよね。なんだか美味しそうじゃないですか。何を言ってるんだこいつは。その飾りゴマ、ある騎士の人からもらったのよ。名前は確か羽生さんだったかな。本当に羽生さんですか。ええ、羽生さんよ。あのスノーボードであなたたちの頭を引っ叩きたい気分だわ。そしたら僕はこう言うでしょう。いたってね。あんまりうまくないぞ。伊達さん見てください、あんなところに UFO が。シンバルだろ。ボス、あのサイクリングマシン、コーヒーミルに改造しときましたよ。ペダルを漕ぐと
豆が引ける仕組みです。勝手なことしないでよ。伊達の前の彼女に似てるな。似てねえよ。優しくて笑顔の素敵な人だったのに残念だわ。もしも伊達さんに時間を止める能力があったら何がしたいですか？そんなことは聞くまでもないだろう。伊達の心拍数が上昇している。伊達くん、ピュータ、この事件が片付いたらそこのワインを開けてあげるわ。祝杯か、悪くないな。だけどボス、酔っ払うと丸いものを握りつぶす癖があるからな。事件を解決したくなくなった。その鍵に合う鍵穴はどこにもない。伊達さんと同じですね。どういう意味だ？89号が持ったままです。ああ、でも安心してください。ちゃんとスペアを用意してありますから、後でお渡しします。ないですよ、そんなの。奴は庁舎を出るとすぐに僕を解放しました。その後のことは分かりません。僕はその場にへたり込んでしまっていたので。まず奴は取調室の外にいた警官を殴って制服を奪いました。それを着て僕の背中に銃を突きつけながら中央区画へ。もちろん銃は見えないように隠してましたよ、ポケットに入れてね。だからフロアにいた他のみんなが怪しむこともなかったんです。で、1階への直通エレベーターに乗り込み地上へ。途中にいくつかあったセキュリティゲートは僕のカードで開きました。開かなければ殺すと脅されたんです。最終的に外に出るまで5分とかからなかったんじゃないかな。もしかしたら今回のことは事前に計画してたのかも。まるで人事みたいな言い方だな。恐怖を乗り越えたせいで灰になってるだけですよ。ボス、奴に逃げられたのは俺のせいだ。すまなかった。悪いと思ってるなら行動で示して、是が非でも89号を捕まえるのよ。私はこれからお詫びアンギャの旅に出かけてくるわ。はあ、ほんとやってくれたわね。伊達、知ってると思うが庁舎の周囲には監視カメラが設置されている。その映像を調べてみた。どうやら89号は付近で待機していた1台の車に乗って逃走したようだ。仲間が待ってたってことか。そうらしい。運転手の顔ははっきりと映っていた。どんなやつだ？我々がよく知ってる人物だよ。キューラ、おキューラが？どうして
伊達、モーマから電話が。モーマって熊倉組の？ああ、つなぐぞ。おお、伊達か。たった今情報が入ってな。沖浦に関する目撃情報なんだが。なんだと？どこだ？奴はどこにいる？おいおい、約束を忘れちまったわけじゃねえだろうな。約束？約束なんかしたっけな。しただろう。ハセトンちゃんのことだよ。あ、ああ。それじゃあ、その、待ってるから頼んだぜ。どうするんだ。やむを得ん、連れて行くしかないだろう。イリスをモーマのところに。そうだ。帰る。解散。お主、大瀬のちぎりを交わしたこと忘れたわけではあるまいな。酔ってんのか。酔へらんかいまへんよ。酔ってんじゃねえか。うそ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 パン。これから伊達さんといくらマンするんだって思うとなんかテンション上がっちゃって。いくらマンはしないから。お、デートのことですよ。いつの間にかイクラマンとデートが同義語に。で、どこに連れてってくれるんですか。おい、伊達見ろ。宴会残焦げ茶ひろこしいた目撃キノコ虫さんがいるぞ。わーいわーい、宴会残焦げ茶ひろこしいた目撃キノコ虫さんだ。あ、クインテスラップコーネの PV だ。おお、あれが噂の。何を？決まってるじゃないですか。ブルマですよ。さっき履いてってお願いされたから。なぜ否定しない。特殊スカイフィッシュを捕まえようか。今度入れ替えの時絶対もらってこ。革でできたスリッポンの一種で。ローファーな。龍がいるところだ。龍ってドラゴンのことですか。ああ、わかった。剣と魔法の世界、どっかのファンタジーワールドに連れてってくれるんですね。やっほーい。ほら、なんだかワクワクしてきたぞ。
の事務所ですよね。ああ、熊倉組って名前の。一体ここのどこがファンタジーワールドだって言うんですか。俺はそんなこと一言も言ってないが、お前が勝手に勘違いしただけだろ。マコガレイの餌にしちゃおうね。シュールな光景だな。ある意味ファンタジックだ。さてと、約束通りお前の望みは果たしたぜ。わかってるよ。オキュラのことだろ。オキュラさん、いっぱい並んでますね。これだけたくさんあるとなんだか恐ろしく見えるよな。え？提灯怖いや。いや、別に怖いってことは。いや、お前は絶対に提灯が怖いはずだ。さあ、行ってみてくれ。提灯怖いって。提灯怖い？お前じゃねえよ。アセトンちゃん、疲れたらいつでもこの机の上に座っていいからね。なんで机なんだよ。アセトンちゃん、今度パーティーしよう。やだ。やった、このホールはイーグルだ。それはバリカワのゴルファーだね。ないからね、フェイクだから。伊達さん、見てください、あんなところに UFO が。ただの灰皿だ。悪いな、こんなところに連れてきちまって。いえ、そんな。怖がらなくても大丈夫だよ、アセトンちゃん。うちの組はね、非暴力主義的暴力団だから。牛丼肉抜きでみたいな論理矛盾だ。先代の頃はちょっとやんちゃなこともしたけどな。大根おろしで足をすりおろしたりとか。だからそいつは先代のことで、俺が跡目を継いでからはホワイトな組織に生まれ変わったんだよ。ホワイト、白い粉やってねえから。そういう危ない商品は一切扱わねえことにしたんだ。リストラっつうか、なんつうか、
首とかガンガン跳ねまくって。首を跳ねる、だから違うっつってんだろう。そういえばこのおっさんのことまだ紹介してなかったな。おっさんじゃない、27だ。モーマの年齢は48、明らかに詐称だ。知ってる。申し遅れました。私、大手の広告代理店で役員をしております熊倉モーマと申します。熊倉組の組長さんですね。ね、なんでそれを。バカなのかこいつ。モーマはこう見えて A セットの大ファンなんだ。いや、ファンっていうか、なんかよくわかんないけど、ポッカポカ布団スイトンアセトンちゃん、ウヤマオオトンプラトンアセトンちゃん、破壊力500メガトンアセトンちゃん。なんか照れちゃうな。でも私、暴力団の人は嫌いです。ズバあ、いや、本当、暴力団なんていなくなっちゃえばいいのにね。ポポイのボーイだよ。沖浦さんに何かあったんですか。病院から抜け出したっていうのを聞きましたけど。俺も同じだ。まだ詳しいことは何も聞いちゃいねえ。教えてください、伊達さん。ちょっと待て、アセトンちゃんの死体ってなんだよ。ああ、それはその、伊達さんね、平行世界で見たそうなんです、私の死体を。平行世界？なんじゃそりゃ。パラレルワールドのことですよ、知らないんですか。ああ、あれな、ああ知ってる知ってる。あ、そっかそっか、平行世界でね。なるほど。なんだかよくわからんが、納得してくれたみたいだぞ。助かったよ。説明するのが面倒だったからな。それにしても、なんで沖浦さんが。わからん。誰かに脅迫されて動いてるのか、それとも自分の意思なのか。とにかくそういうわけで、俺は沖浦を探してるんだ。なんだよ突然。くれよ。はあ？くれないか、その指輪。なんでおめえにやらなきゃなんねんだ。私も欲しい。はーい、あげちゃう。いやさすがにこれは。もうケチ。別にいいだろ、減るもんじゃなし。思いっきり変だろうがよ。チッ、ポンスか。なく、つうかお前らいいコンビだな、まるで兄弟みてえだぜ。グモ。全員出払ってる。沖浦の件で聞き込みに行かせたんだ。それにここにいられちゃいろいろと。確かに見られるわけにはいかないもんな。電話では確か目撃情報があったとか。ああ、手下の連中を総動員して調べさせたんだ。教えてくれ、奴はどこに。
教えてやっても構わねえな。おい、もったいつけんなよ。ちゃんとイリスは連れてきてやっただろ。だってちょっといいか。なあ、だって言いにくいんだが、そのアセトンちゃんに握手してくれるよう頼んでもらえんかな。なんだ、そんなことか。任せとけ。イリス、一つ頼みがあるんだが。頼み？こいつにおっぱいを見せてやってくれ。そんなこと言っとらんわ、ボケ。ああ、間違えた。こいつと握手してやってほしいんだが。あ、握手ですか。そのぐらいなら。おっぱいは絶対嫌だけど。だって俺は組長やっていてよかったと、こんなに思った日はない。わかったわかった。それで、オヒオラが目撃された地点は合計で2箇所。一つはサンフィッシュポケットってメイドカフェで、もう一つは港区にある生目神社だよ。サンポケと生目神社か。わかった。恩に切るぜ。なに、お安い御用だぜ。さてと、というわけでモーマ、イリスのこと頼んだぞ。私のこと置いてくつもりですか？大丈夫、そいつは何もしやしない。思いっきり何かしそうな顔してますよ。っていうかこの人暴力団の組長だし、どっかに売り飛ばされちゃったらどうするんですか？アセトンちゃん、誤解だよ。さっきも言ったけど、うちの組はホワイトな組織なんだから、みんな定時に帰っちゃうし、コンプライアンスとかしっかりしてるし。それじゃあな。あ、待てー、イクラマンの約束はどうなったんじゃい。だからそんな約束してねえから。でもデートの約束はしたでしょ。デートだと？だって貴様仕方しよう。賢明な判断だ。伊達さん、沖浦さんのことを探しに行くんですよね。私も連れてってください。連れてってくれなきゃ夕べのこと教えてあげないですからね。深夜2時の来訪者の件か。ふん、分かったよ。おい、伊達、無視すんなや、こら。ホワイトな組織。今のはね、おもちゃなんだよ。なんだ、おもちゃか。とりあえず二人のことは置いておくとして、目的地は2カ所だな。サンポケと生目神社。あ、もしよかったら例の冷凍倉庫にも寄ってもらえないですか？昨夜私の死体を見たっていう。何か気になることでも？いえ、ただの好奇心ですよ。それからもう一つ、しか、そういや俺もまだ。ああ、胸が苦しい。呼吸困難になりそうだ。
you